未来の日本のためにと10万円を託されたら、あなたならどうしますか？密着2年、広島発農業 YouTuber の物語、8日5時45分。はい、お疲れ母ちゃん。まあそんな感じでね、いきなり日本の力のコマーシャルで始まりましたけど、父ちゃんもいきなり来たよね。あ、いきなり撮りますよ。今日も種まき頑張るよ、母ちゃん。はい、エロミヌさん。はい、おー、小学校の蛍の光が流れとる時間ですけども、急いで種まきしてね、帰ろうじゃないよ、頑張りますよ。そんな今日は、まあ、日本の力の説明はね、また後ほど詳しくするので、今日はとにかくね、急いで種まきしようと思う。そんな今日は2020年、10月26日でございます。それでは母ちゃんご一緒に今日も頑張って、ハッピーチンゲンサイ。そういえばね、母ちゃんね、えこのスズテックの半自動ハシュキで種まきする動画も、あともうちょっとしたら終わりよ。これがね、もうちょっとしたら全自動ハシュキに変わるけね。もうちょっとや、ほんま。もう山の方には届いとるんだけど、あとはこっちが準備、ここはね、全部ちょっとかなり長いけね、機械が。この辺全部片付けて設置する準備ができ次第、もう即納品 OK じゃけ。もうあと1回か2回これで種まきしたら、次はもう全自動でございます。おいやっとまあその分やっと言うて、まあ種まきは楽になるけど、それ分そうそう、たくさんもできるし時間もできるけね。その分他の仕事がたくさん待っとるけね、頑張ってまいりましょう。みんなレベルアップね。そうそう、おかげさまで。はい、ね、母ちゃんお疲れさん。お疲れ。はい、あとはね、全自動ハシキのね、納品が楽しみじゃね。嬉しい。あれが来たら楽になるで。まあその分時間できるけ、他の仕事がねバンバンできるんですけども、それはまあそれでね、近々、本当もう近々納品設置、それから初始動のね、動画をお届けできると思いますので、ぜひね皆さんも楽しみに待っていただければなと思います。乞うご期待ということで、まあ僕らが一番ワクワクして待ってるわけですけども、そんなことよりね、母ちゃん、そう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 、今日の動画で一発目に流した日本の力のコマーシャル、あれなんかというと、まあ見てもらったとおり、わしが映っとったわけじゃなくて、あれは原田農園の原田さんが映っとったわけですけども、なんと11月8日にね、また、去年の日本の力、まあ僕らが出してもらったんですけど、その前一昨年原田さんじゃったんですけど、またまた原田さん大活躍ということでね、日本の力全国放送でね放送されますので、ぜひ皆さんもね、要チェックということで、今からテレビ録画の予約の方ね、よろしくお願いしたいと思います。楽しみね。朝早いけどね、あれ、まあ録画対応でね見ていただければ、まあコマーシャルでもさっきのちょっともう一回見てもらおうか、このコマーシャルね、ちょっと見てください、どうぞ。未来の日本のためにと10万円を託されたら、あなたならどうしますか？密着2年、広島発農業 YouTuber の物語、8日5時45分。ということでね、このコマーシャルのようにね、10万円預けられたらどうするかということでね、まああれ原田さんの YouTube の動画でね、前の原田さんの前の過去の動画探ってもらったら、いろいろ10万円送っていただいたことやらいろいろ出とるんでね、見てもらえればと思いますが、いやーなかなかそうは言ってもね、悩むよね、10万円託されたらね。うん、これがまあこの日本の力の中でね、原田さんがどのような答えを出したのかどうなのかというところも見どころの一つじゃないかなと思うんでね、ぜひ日本の力見てみてください。ということで、それとね、母ちゃん
実はなんと今日これね、仕事中になんと、ハッピーチンゲサイチャンネル登録者2000人超えました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、今年のおじゃけちょうど1年よね、10月1日から始めて、去年のね10月1日から始めて7月ぐらいで1000人達成させていただきまして、そっから3ヶ月で2000人目ということで本当にありがとうございます。この2000人達成スペシャルはまた別の機会にね、いろいろお届けできたらと思いますのでね、ちょっとね今日はね何分にも僕ちょっといろいろ所要がございまして時間が急ぎますので、今日はこの辺で終わっときたいと思うんですけども、母ちゃんよろしいでしょうか。これも綺麗になったね、はい、見てください。母ちゃん急いで終わっても絵描いて夜に話を広げようにしてくれる。延長はない、アンコール、アンコールじゃない、アンコール、時間がないよね。はい、ということで今日はこの辺に、楽しいばっかり話系、はい、わかりました。ということで今日は終わりにしておきましょう。2000人ありがとうございました。それでは皆さんまた明日、ハッピーチンゲン祭、ありがとうございます。ありがとうございます。